皆さん改めまして明けましておめでとうございます。マットです。前回の動画がね、サスペンションセッティングしてる動画が大晦日撮影でしたので、改めて2021年年を明けての一発目の撮影動画っていう感じですね。いやー、マフラーをさ、変えてからさ、めちゃくちゃ 25R がさ、乗るのが楽しくて、ほんと 25R しか乗ってないよねってなっちゃいますね。正月休みはね、がっつりお休みをいただけましたので、思いっきりバイクに乗れたっていう久しぶりにね、感じですよね。と言ってもね、こんな状況なんで、近場をくるくるフラートね、走ってただけなんですが、北鎌倉駅、鎌倉ですね。遠隔地。いやー、久しぶりに寺巡りをしたいな。いや、僕ね、お寺の匂いとか大好きなんですよね。線香の匂い。はい、ということですね。2021年、今年もね、なかなかちょっと難しい年になりそうですがね。可能な限り動画をね、発信していこうかなと思いますので、右よし、左よし、右よし。何卒ね、よろしくお願いいたします。お、建長寺だ、建長寺。やべえな、日本史の知識が全然なくなってきちゃってるな。いやー、なんか久しぶりだな。本当に忍者を買いたての頃に、鎌倉に大仏見に行こう、みたいな感じで、動画とかやる前ですよ。一人でね、こう、走り来た以来、ここ通るわ。ああ、意外と人通りあるな、やっぱ。結構人通りも交通量もあるね。はい、ということでですね、今日はですね、ルリコちゃん。ルリコちゃんと、あと、マーボーさんですね。マーボーさんのデートな組。デートな組で、まあね、こんな状況なので、近場を走り行きましょうっていう感じで、お昼でも食べに行くっていう軽い新年一発目のツーリングですね。トンネル最高だよね。逗子マリーナ集合ねって言われたんですけど、僕ね、初めて来るんでね、いわゆる逗子マリーナの集合場所ってどこのことを言ってるのか、全くわからないっていう。あ、いた。ルリコ姉さんが通ったぞ。ついてけばいいだ。すげえな、初めて来た。ここがよく、なんか見覚えのある風景みたいな感じですよね、ネットの写真で。明けましておめでとうございます。あれ、どうしたのそれ。どうしたのそのバイク。あれ、増えた。前からあった。あれ、初めて来たからさ、どこ行けばいいのかなと思ったら、あ、通ったっつって。これ言ったらダメなんだろうね。パニガーレみたいって言ったらダメなんだろうね。排気量いくつ。150。短気筒。そっか、上は乗れないけど、あ、150だったら乗れるのか。そっか、高速も一応乗れるのか。あと麻婆さん待ちだね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。動画撮ってます。よろしくお願いします。てかさ、デートなのりなのに、みんなデートな一台もいないっていう。あるある。デートなのり増車しがち。いや、これさっきと楽しそうですよね。なんか遠くから見たとき、車格が結構でかく見えたから、あれ。いや、初めて逗子マリーナ来たわ。天気がね、ちょっと今日あれだから、天気がいい時にまた来たいですね。いいな、ルリコちゃんもアポさんもちっちゃいバイクだからな。もう一段階排気量が落としたバイク欲しいな。どんどんちっちゃい方になってきますよね。まあでも僕は 400cc だけど、 SR が結構その辺の役割を担ってるので。ただこんなガタガタ道を走ってもサスペンション変えたから全然ね、こう痛くないっていうか。あ、富士山見えるけど多分 GoPro じゃ見えない。あー、いいね、海沿いの匂いがして。いや、ようやく海岸線を走ってるって感じになってきましたよ。さあ、ということでですね、今日もなんですけど、だいたい人と一緒に走るときはどこに行くかよく分かってないので、そのままお昼ご飯を食べに行きたいなと思います。マリーナにあるお店に来ました。とてもおしゃれなお店です。
ラディッシュだどうしたの葉山だから金額もめちゃくちゃしたけど、まあ、クオリティもねめちゃくちゃ高くて、一番はねやっぱりロケーションが最高でしたね。ちょっと富士山ね見えなかったけど、晴れてたら最高でしたね。僕一人暮らしで普段魚全然食べないんで、調理するのがめんどくさくてね。だからまあたまにはこういうところ来たら魚でも食べるかと思って頼んだらめっちゃうまいの。めっちゃうまくてね、よかったですよ。結構この辺はルリコ姉さんの庭らしいんで、もう先導はルリコ姉さんに任せてね、こう僕らは後をついていくだけって感じですけどね。麻婆さんが 25cc の排気量の差で勝てないって言ってましたね。なんか三浦の方でなんかこの畑の感じ、うわーって丘がせり上がってる感じと、それをなんかバックに背景でいい感じに写真が撮れる農道みたいなとこが昔ね忍者でね迷い込んだ時にあったんですけど、もうそこがねどこなのか全く分かんなくて、もしね皆さん知ってたらコメントください、よろしくお願いいたします。せっかくね神奈川県に引っ越してきて神奈川県民になったわけだからね、三浦半島とかもっと開拓していきたいなとは思ってますね。いやーいいね、大根畑だね。北海道みたいな感じかな、岸北海道。おお、こういう道好き。この港感があって、港に降りてくる道ってなんか好きですよ。ようやくなんかちゃんとツーリングしてるって感じだね、近場だけど。でも普通にこの辺走りくると意外と混むから、なかなかねまた今度でいいや、また今度でいいやって走り来ないっていう。バックステップに変えたからすごいこういうさ、ちょっとくねくねしてる道が楽しいね、走りやすくなった。三浦海岸に到着。こう思うとね短いっすよね。超綺麗、いっぱい。めっちゃ焼けました。綺麗、いいな。これずっと見てられるよね。毎回見ない？チェックで。あ、見る見る家帰ってくるたびに覗くだよね。かっこいい。完全にミニミニツーリングする魔法さん。楽しい。さあちょっと小休止を挟みつつ、次はねカフェに行くそうですね。全く今日はねどのルートで走るか僕分かりませんので、お二人についていってるだけなんですかね。まあいつものことなんですが、大根焼酎すごく気になる。絶対辛そうですよね、なんかイメージで言うと。お、着いた。いやもう今日はもう食い倒れ通ですね。釣られて頼んだやつだ。違うメニューしてたもんね最初。いちごにしようっつったらいちごに釣られちゃった。それ二つでって。じゃあルリコ姉さんも今日誘っていただいてありがとうございます。突発弾でびっくりしました。だいたいいつも僕から誘うからさ、センスのあるね、やっぱり女子しか知らない店ばっかりで、ショコラが とろけました。またまあでも途中まで一緒だけどね、すいません課金して帰ります。下道マボさんとか下道なのに。じゃあ今日はありがとうございました。これとこれだね。サーキットで来年は、あ、今年か。まだ開けてないんだよね年が。自分の中で。はい、ということで、ね、今日はねいつもね僕から走り行こうって誘うんですが、まさかのルリコ姉さんからの突発的な走り行くよっつっていう感じで、まあマボーさんもタイミングがあったんで一緒に走り行った感じでしたね。ということでルリコ姉さんとマボーさんは下道でとことこ帰るんですが、僕はねちょっと甘えなんで課金して高速で帰りたいと思います。申し訳ございません。ということで、まあね改めてちょっとルリコちゃんが年末にデーモンを納車したのがびっくりしましたが、今年もよろしくお願いいたします。ということでルリコ姉さんのおすすめご飯食い倒れツーリングでした。ということでご視聴していただきましてありがとうございます。